瀬川和正は大阪府堺市出身のセーリング選手。出生は鳥取県。何は高等学校、龍谷大学卒業。鳥取県立ような御産業体育館職員。妻はセーリング選手の伊勢代。小学校の頃は水泳、中学、高校時代はサッカーをしていた。大学でヨット部に入りヨット競技を始めた。 大学時代は目立った結果を残せなかったものの、卒業後の1年間は五輪出場を目指して、和歌山県内のマリーナを拠点に練習を重ねた。2018年には、ジャカルタアジア大会に出場、16体中4位となり惜しくも表彰台を逃した。鳥取県境港を拠点に、レーザー級で2020年東京オリンピック出場を、 目指していたが、2020年の2月に代表を逃した。瀬川は、出場を諦めきれず、まだ代表が決まっていなかった、フィン級に転向レーザー級と同じ一人乗りながら、世界でも重量級が競う、パワー種目であるフィン級で戦うため、1年で体重を15キロ以上増やしパワーをつけた。2021年5月に、早まで行われた、 国内選考会では12レースを全て1位でフィニッシュする圧倒的な成績を収め東京オリンピックセーリング競技の日本代表に内定した。同年7から8月に江ノ島で行われた東京オリンピックでは期間中最後のレースで5着となったが総合順位は16位となり最終のメダルレースには進めなかった。ありがとうございます。